アフガニスタリバンの幹部は15日、ビデオ声明で偉大な勝利だと述べ国民の期待に応えるよう課題に取り組むと勝利宣言をしました中東のテレビ局アルジャジーレはタリバンの戦闘員が首都カブールの大統領府を掌握した様子を放送しています。 タリバンはアフガニスタンの34の州都をほぼ制圧していて、カブールの空港には避難しようとする人が殺到しています。すでに国外に脱出したガニ大統領は、隣の国ウズベキスタンの首都タシケントに到着したとロシアのタス通信が伝えていて、事実上、政権は崩壊しました。 この時代を受けてもアメリカのバイデン政権はアメリカ軍の撤退方針は変わらないと表明していて、ブリンケン国務長官は CNN テレビで長期間にわたりアフガンにとどまることは国益に沿わないとしました。また、国連の安全保障理事会は16日に緊急会合を開き、アフガニスタン情勢への対応を協議する見通しです。